三重県立宇治山田高等学校。三重県立宇治山田高等学校は、三重県伊勢市浦口3丁目にある普通科の県立高等学校。三重県第四尋常中学校に始まり、旧制宇治山田中学と宇治山田高等女学校を前身とする県下有数の伝統校である。自主、自立を学校の目標としている。往年と比べると、近年、とりわけ学校群制度解消後の進学実績面での成果は振るわない。1995年の伊勢高校との3軍解消後は自然科学コースの導入、2005年度募集停止や2学期制の導入、入試での複合選抜と習熟度別授業の実施、全普通教室への空調設備設置など、学習面での指導体制と環境整備を進めている。また、伝統的に自由でのびのびとした校風で知られているが、近年は生徒指導を強化しつつある。斬新なプラチナの日は降り注ぎで始まる校歌は、草野新平作詞、深井史郎作曲。通称は、山高、山高。全校生徒は約800人で、現在3学年、2学年に40人編成のクラスが7つ、1学年に6つ。設備は3棟の校舎。体育館、武道館、多目的ホール、運動場、テニスコートなど、全教室に空調設備が整備されている。長い宇治山田高校の歴史において、例えば一つの転機として知られるのが1956年の伊勢高校創立がある。現在、伊勢高校は三重県南部トップの進学校として知られているが、かつては宇治山田高校がその位置にいた。旧制中学を引き継いだ伝統校が新設校に進学実績面で遅れを取るのは珍しいケースである。1950年代に入ると伊勢市の人口は増加の一途をたどり、それに伴い宇治山田高校の生徒数も飽和状態となった。そこで三重県教育委員会は伊勢市に高校を新設することを決定した。こうして1956年、伊勢市に新設校、伊勢高校が誕生する。ところが決定が急だったために、伊勢高校の校舎は準備されておらず、仮校舎での出発が決定する。そこで問題となったのが、女子用設備、トイレなど、だった。また、新設校という理由で、入学希望者が集まらないことも懸念された。こうして、宇治山田高校を、女子校、伊勢高校を、男子校とし、宇治山田高校の教師の約半分が伊勢高校へと移ることになった。ちなみに、この時点では、宇治山田高校と伊勢高校の校章は全く同じでった。したがって、伊勢高校は宇治山田高校の兄弟校ともいえ、実際には宇治山田中学の後身とも捉えることができると考える人もいたが、80年代初頭に宇治山田高校と宇治山田中学、宇治山田高等女学校の同窓会が統合、旧制学校の後継校として、宇治山田高校のみが、系譜の中に位置づけられてゆくことになる。宇治山田高校はそれ以降女子校となったのだが、これが、後の運命を大きく決定する。当時、女子の大学進学率は、まだ低く、当然それは、宇治山田高校の進学実績面においても、反映された。結局、山中 OB や OG の希望もあって、わずか2年後の1958年度から再び共学化されることになったが、相対的に女子の多い状態が、後の学校群制度の導入まで続く。伊勢高校も1957年度に1年早く、共学化に踏み切ったものの、宇治山田高校とは逆に男子の多い学校となり、進学実績の面でも良好であった。この頃に、伊勢高校は南部地区屈指の進学校として足場を固め、世間の評価も高まっていた。宇治山田高校にとって第二の転機となったのが1974年度から実施された学校群制度である。この制度は当時厳しさを増していた受験戦争を緩和するために導入されたものであり、全国的な流れに三重県も合流した形となった。こうして第1学校群に四日市高校と四日市南高校、第2学校群に津高校と津西高校、そして第三学校群に、宇治山田高校と伊勢高校が指定された。入試は学校群単位で行われ、合格者は本人の希望とは関係なく、2校のレベルが均等になるように振り分けられた。宇治山田高校が進学実績を回復させるためには、転機となる制度であったが、生徒の意向を反映することのできない学校群制度には不満の声も多かった。親子、兄弟にわたり山高生になることを望んだり、山高の校風に憧れた生徒が、宇治山田高校志望であっても伊勢高校に進むことになった場合も多くあったが、その逆も多く、学校群制度の開始当時、伊勢高校志望であったにもかかわらず、宇治山田高校に入学することになった生徒の保護者は、保護者会議で、宇治山田高校校長に不満をぶちまけたことがあった。校長は3年後には絶対伊勢高校に匹敵するだけの進学実績を上げることを約束し、保護者の不安を収集したという。そして、それは実現し、宇治山田高校は、例年東大や京大といった最難関大学の合わせ者を再び送り出すようになる。80年代後半頃から、生徒の自由な選択を妨げる学校群制度の問題が指摘されるようになり、全国的に廃止が進む。そして、1995年には、三重県でも廃止の運びとなった。しかし、この学校群制度の廃止が、宇治山田高校にとって、再び進学実績面での伸び悩みをもたらす、きっかけともなった。伊勢高校は、教科学習重視の校風、宇治山田高校は、自由な校風というイメージが、一般的には定着してきており、最難関校を目指す生徒は、伊勢高校を選択するようになる。そうして入学した生徒が、大学入試で優れた実績を上げることで、学力最上位層の中学生がより一層、伊勢高校に集まる。受験生の総量に限りがあるから、相対的に、宇治山田高校の進学実績面での伸び悩みに、つながることになる。単独選抜制度の下で入学した生徒が、卒業した年度以降、両校の進学実績には差が出て次第に広がっていった旧1軍、2軍形成していた学校でも同様のことが生じた。1999年、創立100周年記念事業として創立100周年式典、3校交流行事を開催した。現在、伊勢志摩地区で伊勢高校、宇治山田高校以外に公立の普通科高校でこの2校に匹敵する難易度の高校がないため、近年の進学実績面での成果が振るわないと言っても、地区全体で見ると、高難易度の高校であることには変わりはない。また、学校側は、自主、自立と自由な校風の下で生徒の自主性と自立を育みながら、勉学や自主活動等の各自の目標、進路を支援するとし、2学期制や一部教科での習熟度別授業の導入、入試の二元化改革に着手した。伊勢市内の中学校からの進学者が多いが、伊勢高校と比較すると、出身中学ごとの偏りは小さいと言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。